近日中に来週の動画の内容アンケートを実施します。アンケートに参加するにはチャンネル登録をしていただければ、これからトップページのフィードに表示されるようになります。皆様、明けましておめでとうございます。2020年も NMBC をよろしくお願いいたします。去年の12月13日に公開した動画で、JR 西日本が大阪駅の西側を拡張・再開発することを発表したニュースについて速報でお伝えしました。今回は大阪駅西側開発と梅北新駅の開業により今後10年間で大きな変貌を遂げる大阪梅田についてより詳しくレポートし、今後の予定を年表形式でお伝えします。まず、2021年秋、阪神梅田駅に直結しており、現在建て替え工事が進む阪神百貨店が全面開業します。完成すれば、阪急百貨店と阪神百貨店のツインタワーが道路を挟んで向かい合う形となります。2006年に行われた阪急と阪神の経営統合の象徴として、大阪梅田ツインタワーズは梅田の街で存在感を放つことになります。梅田の鉄道にとって最も大きな変革の時期となるのが2023年春です。JR の特急はるか・黒潮が経由する東海道支線の地下化工事が完了し、旧梅田貨物駅跡地に梅北新駅が開業します。2004年の近畿地方交通審議会答申第8号に盛り込まれた梅田貨物線地下化と北梅田新駅設置計画は、約20年の時を経て実現することになります。開業を3年後に控えた2020年現在では、新駅設置工事の4割が完成しているといいます。梅北新駅の開業に合わせ、2023年春に JR 大阪駅では、西側の高架下、新駅との接続地点となる場所に新しい改札口が設置されます。新駅が大阪駅の一部となるか、あるいは北新地のように別の駅として開業するかはまだ発表されていません。さらに同じ時期に阪神梅田駅を拡張する大規模リニューアル工事が完成予定です。2013年に完成した阪神神戸三宮駅のリニューアルと同様、地下空間を 1.5 倍に拡張し、線路の位置を移設する大掛かりな工事となります。同時に大阪駅前地下道も拡張され、地下通路がより広く明るい空間に生まれ変わります。2024年夏、梅北新駅が位置する梅田貨物駅跡地、梅北2期の町開きが行われます。住宅やホテル、オフィス、巨大な都市公園が位置し、緑と高層ビル群が共存する全く新しい梅田の顔となります。梅北新駅や大阪駅新改札口からのアクセスも抜群の一等地に建設されます。2024年秋、大阪駅の新改札口周辺にできる駅北側の新駅ビルと、その線路を挟んだ南側にできる大型複合施設が開業予定です。新駅ビルは梅北2期への玄関口として機能する高さ120メートルの超高層ビル。南側の複合施設は、オフィス、ホテル、商業が入る高さ188メートルの巨大施設が計画されています。南側の施設は、JR 西日本と日本郵便の共同開発で、切手として開業するものと思われます。2025年4月から10月までは、大阪・関西万博が開催されます。梅田とは直接の関係はないものの、大阪・関西全体の活性化が期待されています。2027年春には、大阪駅西側開発の最終段階として、新しいバスターミナルと高架下の商業施設が完成予定です。この完成をもって、ひとまず現時点で計画されている大阪駅の再開発は完了します。このように、2020年代は、大阪駅、梅田駅周辺にとって大きな変化が起こる10年となりそうです。しかし、梅田の進化はこれだけでは終わりません。2031年春に浪速筋線が開業すれば、JR 阪和線や南海電鉄、
阪急なにわ筋連絡線の電車も梅北新駅にやってくるようになります。新線新駅開業によりアクセスがさらに向上する梅田は、以前も述べた通り世界有数のメガターミナルへと進化を遂げることになりそうです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。